サクラメント・リバー・キャッツの本拠地、ラリー・フィールド・ラリー・フィールドでの試合風景。リバー・キャッツの選手サクラメント・リバー・キャッツは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州、ヨログン・ウェスト・サクラメントに、本拠地を置く、マイナーリーグのプロ野球チーム。MLB のサンフランシスコ・ジャイアンツ、参加トリプル A 級チームで、トリプル A ・ウエストに所属する。ラリー・フィールドを、本拠地球場としている。 1978年に創設され、1999年までバンクーバー・カナディアンズというチーム名で、カナダのバンクーバーにあるナットベイリン・スタジアムを本拠地にしていた。トリプル a のワールドシリーズ優勝した1999年のシーズン後に売却され、サクラメントに本拠地を移した。サクラメントには、以前に、 パシフィック・コーストリーグの創設メンバーの一つであり1976年まで活動したサクラメント・ソロンズというチームがあった。1978年、カナダのバンクーバーを本拠地とするバンクーバー・カナディアンズが創設され、パシフィック・コーストリーグに加盟。2000年にカリフォルニア州ヨログン・ウェスト・サクラメントへ移転し、サクラメント・リバー・キャッツへ改名した。 2014年限りで15年間続いたオークランドアスレチックスとの提携を解消し9月18日にサンフランシスコジャイアンツと2年契約を結んだサクラメントリバーキャッツはラリーフィールドでの試合で本拠地を移動した2000年から2007年まで毎年マイナーリーグ最多の観客を動員している2007年のレギュラーシーズンの観客動員は一試合平均は 1> 約1万人で全試合では71万235人だった。2000年以降2008年まで、チームは2002年と2006年を除くすべてのシーズンで地区優勝している。そのうち2003年、2004年にはリーグ優勝、2007年、2008年にはトリプル a のワールドシリーズで優勝している。ありがとうございます。